専守防衛を是としている日本だからこその弱点は敵の迎撃能力でしょう。その能力の向上が期待されるレールガンの開発がもう少しあと一歩の距離まで来ているという情報が入ってきました。今回の主題はこのレールガン開発についてです。2022年5月4日、あるテレビ番組内で、防衛装備庁がゲームチェンジャーとして開発中のレールガンと高出力マイクロ波照射装置について、初めてこのテレビ画面内で紹介したと自慢げに伝えました。この極超音速ミサイルというのは、マッハ5以上の超音速で、弾がターゲットに突入するだけではなく、不規則な動きで飛行するものもあるので、現在のミサイル防空システムでは、探知も迎撃も難しいとされています。進路が予測できないので、防御も難しいということなのでしょう。番組内では、ロシアが開発した、極超音速ミサイルキンジャールの映像を紹介しましたが、このキンジャールは、航空機から、発射が可能な空対地型ミサイルです。このウクライナ侵攻で一躍有名になりましたね。キンジャールの性能について紹介しましょう。飛翔体単体でも 2000km 以上の航続距離があり、最高速度はマッハ10以上に到達するそうです。飛行しながら回避運動もできますし、通常弾頭だけでなく核弾頭も搭載できるのではと囁かれています。ロシアが誇る Tu-22M3 爆撃機もしくは MiG-31 キロ迎撃機などにも搭載して、地上のターゲットに発射できる空中発射弾道ミサイルなのです。このキンジャールは3月19日、ウクライナ西部イワノフランキフスクのウクライナ軍地下弾薬庫攻撃に使用されたと見られています。ロシアでは、各種の大陸間弾道弾ミサイルに搭載して発射できる、極超音速滑空体アバンガルドが、すでに開発済みで、配備も行われているのではないかと推測されています。アバンガルドは、発射後に大陸間弾道弾ミサイル本体から分離し、加速すると、マッハ20以上の極超音速で飛行すると言われます。ほとんどすべてのミサイル防衛システムも避けられるだけでなく、突破できる高い能力を持つと見られていて、現在、日本やアメリカが備えている弾道ミサイル防空システムでは、これらの迎撃は不可能だろうと見られています。ロシアだけでなく中国も、極超音速ミサイルの開発では日本に先行しています。極超音速滑空体 HGV-DFZF が開発済みで、これはアバンガルドと同様弾道ミサイルなどで発射された後に分離してマッハ5で飛行、敵のミサイル防空網を突破すると言われます。また、毎月のように弾道ミサイルらしき飛翔体を発射し続けている北朝鮮で、菅、極、超音速滑空体の開発に成功したとされていて、2021年9月発射した火星8と2022年に発射した火星15なども、その仲間と思われます。それにしても、国民が貧困にあいでいるとか、痩せ細った子供の姿などが映像に流れたのは10年ぐらい前のはずですし、最近は、新型コロナウイルスが蔓延したと騒ぎになっているこの国に ICBM 大陸間弾道弾ミサイルを作れるほどの資金と国力があることが不思議でなりません。コロナウイルス罹患者を自宅に閉じ込めて死なせたという噂もあったほどです。その一方で最新兵器を開発するとは中国やあるいはロシアの金が流れ込んでいるとしてもあまりにも不可解すぎると感じるのは筆者だけでしょうか。さて、こういった極超音速ミサイルには弾道ミサイル迎撃用のミサイルでも
全く届かないそうです。また、戦域高高度防衛ミサイルでも、極超音速滑空体が、滑空後半では高度が下がるので、対応できない範囲が広くなってしまうそうです。つまり、攻撃されてしまうということになります。防空兵器はどうかと言いますと、極超音速滑空体が飛翔途中なら、迎撃は一部には対応できるのですが、穴が多くなるので、現在、アメリカで開発計画が始まっている、極超音速兵器迎撃ミサイルが必要と考えられています。開発が急務ということですね。そうした状況下で、防衛省は、レールガンを行ういった、極超音速兵器の迎撃用兵器とみなして、研究開発を進めているところです。レールガンというのは、電磁力によって、弾体を高速で飛ばすもので、いわば電磁砲とも表現すべきものです。陸上装備研究所で、レールガンの開発を進めていますが、その試作品サイズは、砲身重量約8トン、砲身長さ 6M、弾丸は、小さく、人の手で持ち運べる大きさで、ダーツの矢のような形状をしているそうです。発射実験では、火薬を使う従来の各種砲よりも、圧倒的に高速で、これまでのところ、秒速 2297M、約マッハ7、という記録を叩き出しています。小さい弾体ですが、マッハ7の極超音速で、ターゲットを捕捉し、命中すると、強大な威力を発揮すると言われています。迎撃ミサイルでは落とせないとされる、極超音速ミサイルの迎撃兵器として、大きな期待が寄せられているのです。ここでネックがあります。発射時に、膨大な電力が必要になるので、艦艇や航空機から発射するのは難しいと思われます。発電機を積み込むわけにはいきませんからね。ですから、大容量の電源装置を小型にすることが求められます。幸いなことに、日本は、その方面の技術では、世界でトップクラスと考えられているので、早期に実用化できると期待されています。ここで、もう一つの存在があります。極超音速ミサイルとともに、新たな脅威として考えられている、無人航空機ドローンです。日本では、農作業で除草剤を散布したり、地図用の観測に使用したり、観光用の写真撮影などに、大いに活用されていることは、すでにご存知ですよね。戦時にターゲットに突入して攻撃する自爆型ドローンというものがあります。この脅威は以前から話題になっていたのですが、ロシアのウクライナ侵略においてウクライナ軍が様々な種類のドローンを効率的に使用してロシア軍の代替戦術群に大きな損害を与えたといいます。こうした未証拠があるので、無人航空機の脅威については、改めて世界中が注目していると言っていいでしょう。ロシアのウクライナ侵攻で注目された兵器は、他にもあります。ウクライナ軍が使用し、大きな戦果を上げた、トルコ製のバイラクタル BT にもドローンですが、偵察、攻撃任務ができて、回収すれば、再度使えるドローンです。兵器であっても、リサイクル可能なドローンというわけです。ウクライナ軍は、民生用ドローンを数多く使用して、ロシア軍の位置を読み切った上で、アメリカから提供された歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどで、ロシア軍戦車や装甲車両を撃破しました。他にも自爆型ドローンも使用しているそうです。こういった戦訓から読み取れることは、
自軍でのドローン運用を学ぶだけではなく、敵のドローンへの対策が必須であるということでしょう。防衛装備庁の次世代装備研究所電子対処研究部では、敵のドローンを無力化して行動不能にする高出力マイクロ波照射装置の研究を進めているといいます。このマイクロ波とは、電子レンジで使用される電波です。知らない人はいませんよね。これを応用して、強力なマイクロ波をビーム状に照射することによって、ドローン内部の電子制御システムを故障させるのが高出力マイクロ波照射装置なのです。小型ドローンはレーダーで発見しにくいので、飛来予測を立てることは難しいとされています。数多くの敵が攻撃する、いわゆる飽和攻撃をかけられた場合の対処は非常に困難となります。経済的にも、ドローンは安くなっていますから、安いドローンを巨額経費をかけて製造した対空ミサイルで撃墜するのはもったいなさすぎます。つまりコスパが非常に悪いというわけですね。高出力マイクロ波照射装置は高速でターゲットを捉え命中率も高く、照射の方向変更も簡単ですし、飽和攻撃への対処能力も高いとされています。おまけに、弾数の制約はありません。電力消費にかかる経費だけなので、コスパも良いということでしょう。こういったメリットも含め、ドローン対策兵器として、期待を集めています。防衛省は、2023年度に、71億円の予算を計上、5年先を目途として、施策を開始するということです。